チュニジア料理をご紹介します。ここでチュニジアではポピュラーな激辛料理が登場。こちらがチュニジア料理で必ず使われるという唐辛子です。唐辛子か。韓国出身のユンソラが激辛唐辛子味噌に挑戦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。これぐらいでいいんですか。多いですか。プラスね。そう、ここに上に、いいの？いいなら、やってみて。これ韓国の辛さ全然ちゃうだよこれ。ねえ、どうなんすか。うわせーので、ほい、ほら最初大丈夫。味噌とかけて。整いました。この辛い味噌とかけて、出版社届きます。その心は。この辛い味噌とかけて、出版社届きます。その心は。どんどん発刊するでしょう。今回はチュニジアの名産品であるマグロの缶詰ツナ缶にこの激辛唐辛子味噌をあえ、クラッカーにのせていただきます。気になるお味は。うん、最初うまくて、すげえ辛い。今召し上がっていたツナ缶なんですけれども、実はですね、1995年に阪神淡路大震災ありましたよね。あの時にチュニジア政府がこのツナ缶を10トン、5000個被災者に送ってくださったんですよ。そうなんです。ということで、今回はチュニジアの名産品であるマグロの缶詰ツナ缶にこの激辛唐辛子味噌をあえ、クラッカーにのせていただきます。気になるお味は。最初うまくて、すげえ辛い。今召し上がっていたツナ缶なんですけれども、実はですね、1995年に阪神淡路大震災ありましたよね。あの時に